回生の笠井月です。よろしくお願いします。とニックネームはみんなからちゃんと呼ばれてるのでちゃんと呼んでください。チャームポイントはピアノとバレエをしていたので A です。と普段は、めちゃアクティブなので友達と山登り行ったりとかスポーツとかめちゃやってます。一人でジョギングもめちゃするし、なんかサンダニアとかで一人で3時間4時間とか歩き回ってたりします。次の夏にダイビングを始めるのでまたアクティブなスポーツできるのでめちゃワクワクしてる途中です。でキャンパスコレクションに挑んだ、理由は先輩にファッションショーを見つけていただいた時に、マドレさんの表情や姿だけで表現しているファッションショーにもともとミュージカルのやつだったけどね、なんか新しいそういう舞台の表現する表現し方があるんだなって感動して挑戦しました。ミスコンを挑戦した理由は女子大なのでそういうミスコンっていうものがなくてずっと憧れてまして、で今回キャンパスコレクションでそういう企画があると聞いてぜひグランプリ取りたいという思いで応募させていただきました。当日私自身もスピーチするので自分らしさを出せるように頑張りますので皆さんよかったら聞いてください。